後で YouTube とかでルーチュライブとかで、ね、はい、見てる方には見れるんですが、音声でそれのちょっといろいろ説明をしてできたらいいかなという形で考えています。はい、よろしくお願いします。はい、それではよろしくお願いします。はい、それでは、早いですかね、もう大丈夫ですよ、ま、い、はい、大丈夫です、はい、はい、はい、じゃあそれではこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com。 また FM ギノワンでは YouTube ライブ、ツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。 Twitter も連動してますので、たくさんツイートしてください。またサイマル放送も開始しています。リッスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方には、FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけます。スマートフォンでお聞きの場合には、無料アプリリッスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から FM ギノワンを選曲してください。よろしくお願いいたします。それではここで曲を1曲お届けしたいと思います。朝っぱらから雨が結構タラタラっと降ったり、はい、なのでこの曲にしました。スピナビルで雨たらたら。コロナ
はい、時刻は10時11分、12分を回ったところです。着物花、沖縄の着物花ラジオ、本日も開催しています。はい。でですね、ツイキャスの方にも結構コメントいただいています。ありがとうございます。そうですね。太鼓さん、ありがとうございます。メンテナンスは終了いたしました。おがちからもちさん、ありがとうございます。パンダパンダさん、今回はメンテ生き残りなかったです。ね、前回なんかね、メンテナンスに FM ギノワンが生き残ったということ、はい、非常にたくさんの人が見てくれたようなんですけど、すごかったですね。まあ、でも全然気づかなかった、ね、はい、全然、うん、全然、ま、そんなことを、ま、全然全く知らず思わなかったので、はい、やけにコメントがそうそう、やけにコメントいっぱいあんな、すごいなと思った、はい、あ、それメンテ中でも強い FM ギノワン、ミクさんありがとうございます。ありがとうございます。まあ、そういう形で、まあ、今日は元通りで、はい、メンツにメンツということなんですけども、いつも通りにちょっと始めていきたいと思います。はい、はい、それではですね、本日は着物花ラジオズームで着物花沖縄のをおります。ちょっと通常のまたセットとはちょっとまた違うようではいるんですけれども、はい、今日はですね、まあ、雨も降ってるし着物の話何をしようかなということで、最近結構季節もこの沖縄にしては4月やたらに寒かったりとか、そうですね、それを過ぎたらちょっとやたらに蒸し暑かったりとか結構いろいろしてるじゃないですか。それでちょっといいなと思ったらもう雨バーって降ったりとか、はい、雨バーってなと思ったらあれ晴れたりとか、うん、まあ、季節いろんな感じでちょっと巡り巡っているわけなんですけれども、今日はですね、まあ、着物の季節の着物とかっていう話をできたらいいなという形で思っています。はい、まあ、でもこれ前にも結構ね話したことありまして、はい、うん、話したことあるんですけども、はい、洋服でもですね、その季節その季節ごとに、皆さん洋服着るもの変えていくと思います。例えば寒い時には長袖つけるし、うん、うん、でもっと寒い時にはコートつけるし、はい、で、まあ、暑くなれば、まあ、それを1枚脱いだりとか、まあ、半袖になったりとか、そのボトムですね、ボトムでも長ズボンになったりとか、まあ、短い短パンになったりとか、季節ごとに皆さん着るものを変えていくと思うんですけれども、はい、実はもちろん着物にもその季節その季節の着物っていうものがあるんですね。うん、うん、で、まあ、着物っていうと全部一緒でしょとか、まあ、季節ごとに着物の違いってあるのって結構知らない方もいらっしゃるんですけれども、はい、実はもう着物でもその時期その時期その季節ごとに違う種類、まあ、種類というか形は一緒なんですけども、はい、ちょっと違う着物を着ていきますので、今日はちょっとせっかくね店舗にいるので、はい、ツイキャスでご覧になっている方には、まあ、実際の実物を見ながらできるようにしたいなと思うなんです。鉄の買い目であなたの心を知るなんて、ミキさんありがとうございます。これ歌の歌詞でした、はい、なんか、 いいですね、うん、そうですね、あ、そうで、あ、なんだったっけ、思い出せない、何でしたっけ、あります、わからない、わからないなんかっぽい、なんかっぽいってのあったんですけども、それで、あ、思い出せないな、まあいいや、はい、すいません、ちょっとそれは置いておいてでですね、じゃあ今からですね、はい、まあ、一般的な着物って言われてるもので、まあ、全体的にも、まあ、沖縄は違うんですけど、全体的には、まあ、スタンダードと言われているような着物をちょっと見せていきたいなと思います。はい、すごい、実際に今着物を選んでますね。まあ、ツイキャスご覧になってる、ラジオお聞きの方はそのまま。れないんですけども、はい、これじゃない方が、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいすごい後ろにたくさん着物が並んで面白いですね。これちょっと全部トップに入ってるやつですね。すごい模様の、はい、そうそう、これはまあまあ、音声だけお聞きの方はちょっとないかもしれないんですけど、はい、今ちょっと横に私着物持ってきてます。これはいわゆるアンティーク、はい、アンティークという着物ですね。アンティークの着物、誰に聞いとんねんって言われましたけどすいません、横にいるスタッフに聞きました、うん、横
こにいるスタッフに聞きました。違うの持ってきた、すいません。ちょっとあの浮物だとね、あの可愛いんですけど、ちょっとあの説明がしづらいなと思って、高田瑞江さんに ありがとうございます、失礼いたしました。安でね、ミクさんありがとうございます、はい、最後さんもありがとう。でこれですね、これがいわゆる、まあ、着物と、これは実は冬、秋冬用、秋冬用、秋冬用の着物で、種類としては合わせと言われる着物になっています。合わせ聞いたことありますね。合わせ、そう、合わせ、漢字はですね、あの糸辺、示線にちょうど合わせと書いて合わせと、はい、でこの合わせのはどういうものかというとですね、いわゆる裏地がついてるんですよ、はい、この表、これが生地が表地ですね、うん、表地があってさらに裏にも生地がついている、ダブルですね。だから英語で説明するときは、まあ、ライトニング、あのそのライニング、あの裏地がついてるとか、そのままダブルの着物って説明したりすることもあり、これが合わせの着物。合わせの着物というのは基本的に秋冬用で、はい、裏地がついてる。裏地がついてる。でこの裏地も、厳密に言えばですね、この肩の上半身のところ、はい、上半身のところについているこの生地のことを胴裏と言います。胴裏。はい。胴裏。胴裏。それでですね、下半身の部分ですね。下半身の部分についているこの生地のことを、はい、ま、こちらをはっかけと、ね、はっかけ、はっかけ、そうなんです。で基本的にこの合わせという着物は秋冬とか寒い時に着るもので、裏地、胴裏とはっかけという裏地がついているもののことを言います、はい、ちなみにこの着物すごい華やかで可愛い感じなんですけど、はい、いつぐらいの着物だと思われます、まなみさん。これでも結構可愛いですよね、今見ても。そうですね、めちゃめちゃ可愛くて、可愛くて色も結構古いんですか、でも意外に。そうですね、私たちあ、そうですか。なあ、リフレッシュしちゃったんですけど、どれくらいだろう。そうですね、あ、コメントで、はい、はい、マッキー、昭和の初め、そうですね、大正解でございます。あ、昭和の初め、まあ、いわゆる戦前の着物ですね、はい、大体大正末期から昭和の初めという見解で間違いないかなと思います。うーん、で特徴としてはですね、なぜそれが分かるかというと、はい、ここのさっき説明した胴裏ですね、はい、この胴裏の部分というのは基本的に現代の着物は白い胴裏を使うことが多いんですよ。ほー、色が違うんですか。そうそう、色が白な、色が白なんですけども、うんうん、これちょっと赤い胴裏がついてますよね。はい、赤ですね。まあ、例外もあるんですが、こういう形で赤い胴裏がついてるものは、はい、ほぼほぼアンティーク、昭和の初期ぐらいの着物、戦前の着物で間違いはないです。あ、たまにちょっと、まあ、新しいものでたまたま赤を使ってることも、はい、あ、例外が、まあ、絶対なので、まあ、これはちょうど、まあ、昭和初期ぐらい、昭和初期から中期まではいかないかなぐらいのアンティークのという見解で間違いないです。 なので、まあ、100年いかないぐらいっていう感じですかね、はい、の着物という形になります、はい、でこれがいわゆるその合わせの着物、はい、秋と冬に着る着物、着るものというになります、はい、でも今ちょっとちらっと時計を見たら合わせの説明だけで終わりそうそうですね、そろそろ残り5分くらいですちなみにですね、この、はい、まあ、赤い胴裏の部分ですね、この赤い胴裏のものは、まあ、実際にそうではないあるんですけれども、はい、一般的にはもみと言われます。うん、もみというのは、赤、触れないですね、糸辺にこうと書いて、はい、触れないに絹と書いてもみと読みます。うん、すごい。で、まあ、本物のもみすごい高いんです。何故かというと紅花で染められているので、あ、貴重ですね、うん、そしたらすごいなものだったんですね、はい、でなぜ昔のものの胴裏とかの辺かなのかっていうのはいろいろ諸説あるんですが、はい、まあ、特に女性のものは、まあ、そのいろんなのの汚れが目立たないようにしたとかですね、うん、そういう
な説があるんですけども、まあ、でもね、今の着物でも、まあ、ちらっと赤が中から見えたらちょっと濃かったり、はい、セクシーだったりしますね、うん、という感じで、ただ現代にはなかなかアンティークのもみは即場できる部分って言ってると本当に合わせて終わりそうだね。そうですねそれはこう始めたらなんかいろんなそれに関しての言葉、喋りたくなってしまう。そうですね。じゃあ次週夏の着物。そう、いつもの通り。で、この木というのはなぜ現代には使われないかというとですね、はい、まず人としては、まあ、原材料というのはそんなにないと。あ、貴重な、やっぱり。たったの化学染料で染めるんだったらもちろん大丈夫なんですけど、はい、いわゆるその木綿で染めるということ、あ、木綿になるっていうことは紅花で染めてるってことですね。はい、で、紅花でその花からその赤い染料をちょっと取るんです、はい、これはすごく時間もかかるし手間もかかるんですよ。なのでまあ現代的ではないという部分と、ゴミはあの紅花は水溶性なので水に溶けるんですよ、はい、非常に、はい、ということはいわゆる汗をかいたら色移りしてしまうんですね。あ、そうなんですね。そうそう、そういうこともあるので、あ、なかなか現代ではまあゴミを裏地に使うということはあの少なくなっている。まあ、白が結構種類になって、ただまあちょっとおしゃれな方とか、はい、中だけちょっと変えるっていう方はたまにわざとあのもみ、もちろんもみではなくて、はい、違う形の生地を使ったりする方もいらっしゃったりします。なるほど、みっさんコメントありがとうございます。脱がすにも赤だと思えるね、まあ、それはありますねそれはあると思います。色やっと見てる、はい、で、まあ、ちょっとね年配になったりすると赤切るのが恥ずかしいとかおっしゃる方もいたりする、はい、もだけど着物が例えばこれは派手ですけど、この実際見せてる着物は派手なんですが、はい、手がすごくシックな着物であってもちらっと中から赤が見えるっていうのはすごく赤な、なんていうんですかね、色気が出るというか、ちょっとそのシック、そうですね、そういう、まあ、隠れたおしゃれができるというのも着物の特徴の一つではないかなと思います。はい、はい、またあと何分残ってますかね。あと1分半ですねあとですね、はい、本当に合わせて終わりましたね。そうですね、はい、でもすごい詳しくいろいろ教えてもらってそうですね、また出しましたけども、まあ、こちらが秋冬用に着る合わせの着物の説明、はい、ちなみに内地ではこの合わせの着物が主流です。ほとんど着物の、まあ、流通とかもそうですけども、はい、お持ちになっている着物は、まあ、ほとんどの方が合わせだと思います。逆にですね、沖縄は合わせってなかなか出番が少ないんですよ、はい、なぜかというと、まあ、季節柄暑いからっていうものはあるんですけども、うんうん、はい、その辺の詳しい部分はまた次回お話できれば、はい、いいかなと思って、はい、お願いしますはい、ありがとうございます。それではそろそろお時間となりました。はい、あと30秒、はい、それでは30秒、はい、やばいね。それではそろそろなりました。今日は、着物の季節の話、合わせの話をさせていただきました。来週も着物にまつわるいろいろなお話をしていきたいと思います。着物場の沖縄の山城咲乃がお送りしました。花見さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。